こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の9月3日、時刻は23時17分になります。現在のエドコインの値段は 66.8 円ということでね、だいぶ上がってきましたね。はい、これも5分足なんですけどね、ちょうど、つい、10分ぐらい前に67円まで行ったんですね。今はちょっと67円切っちゃったんですけど、はい、ちょっとこれはね非常に期待できるなと。はい、日足で見るとね、ずっとここら辺で来てるなって言ってたところを本当にね、ちゃんと上にガーンと抜けてくれて、はい、次はねここまあ75円から80円のこの辺りまで行くのはちょっとまだ時間かかるかもしれませんけどね。はい、でもやっぱり今日の上がり方の特徴はね、これ1日出してるんですけど、あの他の仮想通貨がね上がってないんですよね。はい、FOMC の発表があってこうその後下がってこう横ばいなんだけど、カルダナだけね、日中にこう上がって、で今ねもう一回トライしてるという感じなんですよね。はい、なのでもうこれはハードフォークの影響ではないかと、もうカルダナだけをねみんな名指しで買いに来てるんじゃないかというふうにちょっと期待をしてしまう、チャートになっております。はい、ということでツイッターの方もハードフォークの、ね、日程、まあ、昨日お伝えしてますけど、今日も、ね、そのツイートがいっぱい出てます。でコインポストとかメディアも拾ってるのでちょっとそれを見ていきたいと思います。エイダアバジルアップグレード実施日確定と、はい、こちらですね、カルダネイダのバジルアップグレードについてメインネット実施日が確定されたエイダの使用開発企業 IOHK は3日に実施予定日は9月22日と発表。本来の実施予定日は6月だったが、これまでテスト環境、技術的なバグなど検出されて見送られてきた。今回は IOHK をバジルアップグレードの基準に満たされたと説明したと。まあ、これ、多分海外の時間なので日本だと23日の朝ということになってますね。はい、バジルとはバジルアップグレードやネットワークの処理性能の大幅な更新、 DApps 開発者向けのプルタススマートコントラクトの改善、そしてノード間でのブロック転送効率の向上などが見込まれている。アップグレードを左右する3つの重要な指標があり、1、最終的なバジルノード候補によってメインネットブロックの 75% が作成される必要があること、2、取引量の大部分が占める約 25% の仮想通貨取引所がアップグレード前に 1.35.3 を統合すること、3、カルダナの上位の10の DApps がバージョン 1.35.3 にアップグレードすること、 IOHK は3つの指標が順調に推移しているとしているということですね。はい、ちゃんとメディアで取り上げられています。はい、ビットタイムスでもね、注目記事ということで、カルダナの大型アップグレード、バジル実施予定日が決定と。はい、いいですね。なんかこんな爽やかな感じの絵と一緒に出してくれてますが、バジルハートフォークの実施予定日が9月22日に決定したことを発表しましたと。はい、バジルアップグレードとはカルダナのブロックチェーンのスマートコントラクトプラットフォームであるプルタスで重要なアップデートを行うハードフォークであり、このアップデートによってネットワークの処理性能の大幅向上、プルタススマートコントラクト言語の改善、ノード間でのブロック転送効率の向上などが実現すると期待されています。22年6月末頃に実施される予定となっていた今回のアップグレードは、テスト環境で技術的なバグなど検出されたことなどを受けて複数回延期されていましたが、今回はメインネットでのアップグレードの実施日が正式に決定したことが報告されていますと。これツイート、アップグレード日程が決定と。そしてエポック365は日本時間2022年9月23日午前6時44分頃、からこのタイミングですね、ここに入るタイミングということですね。バジルハードフォークを開始するためには以下の3つの重要な要素の達成、これはさっき読んだのと一緒ですね。はい、ということで、素晴らしいですね。もうメディアもちゃんと取り上げてくれて、はい、あとは待つのみということですね。はい、時々ね、拾わせてもらうミスタービットコインさんもこれツイートされてますね。はい、はい、ワンステッププールのりさん、セックスプローラーにバジルまでのカウントダウンが追加されましたということで、こちらですね、ちょっと見てみましょう。はい、こちらがそのサイトですね。はい、カウントダウントゥーバジルハードフォークということで、19日の7時間の17分の20何秒ということですね。はい、ちょっとこれね、リンク貼っときますので、ぜひご覧になってください。はい、シポスさん、エポックな日々、バジルハードフォークの日程が、決定と。イザミプロジェクトの最新状況報告ということでね、ちょっとこちらを見てみたいと思います。
はい、サイモンズラボによる、イザナミの進行状況、現在、サイモンズラボは体のブロックチェーンを活用したプロジェクト開発目標に2022年7月に研究開発チームを設置し、体のでいかにイザナミを開発するかというスタディおよび研究を行ってきました。8月までに EUTX をハスケルプルタスの習得を評価を完了し、これをもとに9月からイザナミプロジェクトの A プランの使用設計開発をスタートさせましたと。また現在は並行して B プラン、C プランについても準備を進めており、このため新たな予約獲得も計画進行中です。並行してマーロー、レイヤー2、サイドチェーン、分散型 ID などの評価、研究を行っており、これらの技術を用いてトランザクションにおける処理スピードの改善や手数料の引き下げを検討し、株式会社サイモンズの経験と実績をもとに、さらなる実用性や可用性の獲得とビジネスモデルの拡張性獲得についても進めていますと。また秘密保持契約のため詳細をお伝えできませんが、サイモンズラボ体のブロックチェーンの研究開発チームを設置したことで IOG とのミーティングをはじめ、ブロックチェーンベースの他のプロジェクトとの情報交換と、提携の模索も本格的に始めています。このようにイザナミは日本ベースの体のプロジェクトの展開と実現に向けて着々と準備が進められていますということでね、はい、ハードフォークして、まあ、そちらをね、さらに DAPS の、まあ、開発とか、そちらがね加速するということのいい例だと思いますね。はい、で、ますます活性化する日本の地域通貨の引き合いということで、ね、本当に今なかなか情報はね、やっぱりお仕事やってる中でたくさん出てきませんけど、本当にね今地道に活動を続けてらっしゃるということでね、はい、期待大ですね。はい、こちらですね、ちょっとツイートじゃないんですけど、YouTube のね、毎月の、コインポスト、コネクト TV ですね、はい、そちらから、月報が出てたのでちょっと見たんですけど、9月の、なんだろうな、イベントの紹介の中で、今回のねハードフォークの話が出てくるのかなと思って、はい、まあ一通り見たんですけどね、体の話は一つも出てきませんでしたということです。はい、鈴木さん、ここはナバですということで、ここにポップアップというね、時々ご紹介するんですけど NFT バーがあります。ユーニャさんのバーとかね、あと P2P とか、カルダナコフェとか、まあいろいろあるんですけど、神田にもこういうお店があって、ここにね一応カルダナのセンスと、体のね梅酒、まだ1個しかないんですけど、ここにね置いていただいてるんで、まあ、よろしかったらこちらもねぜひ行っていただければと思います。カウンターのね正面に置いてくれてますので、はい、ですね、体の駅からもうすぐですからね、はい、ぜひお立ち寄りください。はい、りょうやさん、これが最北での出店になるかもと、9月3日土曜日、21時から24時、旭川市買い物公園、そんなのあるんですね。旭川で何回やるかは今日の盛り上がり次第です。もうちょい旭川に滞在したいので盛り上げてくださいなということで、こちらのですね、これカルダノのマークなのかちょっと変えたのか分かりませんけど、ちょっとね、吉野川市から出発してね、今はもう北海道に行ってるということですね。はい、ですね、ちょっと見かけたらね、ぜひこちら立ち寄りたいなと思います。はい、では値段に戻りまして、67円いきましたね。67.09 円ですね。はい、14,012.9×67.09 で元本が10万円ですので、計算しますと84万125円のプラスということになりまして、 840% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。